皆さんこんにちは。冷凍生活アドバイザーで野菜ソムリエプロの増田智子と申します。今日は私のようなお寝坊さんでも簡単にささっと作れる冷凍食品を使ったお弁当をご紹介します。さて、いかがだったでしょうか。皆さんも冷凍食品を使って愛情たっぷりのお弁当作ってみてくださいね。